はい、ということでございまして、日本第一と桜井誠でございます。今日はですね、こうやって皆さんにねお越しいただきまして、ポリコレについてですね、お話をしたいと思います。まあ、ポリコレ、これ聞いたことあると思いますけどもね、まあどこに行ってもですね、何かこう男が叫ぶとすぐにですね、女性たちがそれは女性蔑視だ、ね、そして何かあると差別だと騒ぐ連中もいます。もうこのようにどん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 社会を萎縮させるのがこのポリコレというものなんです。というかですね、この何でもかんでも差別というね、このあり方に疑問を感じない人、頭おかしいんですかこの人たちは。いやね、アメリカでねポリコレってありましたでしょ。でこれね、黒人が、何ですかね、白人に撃ち殺されたっていうところから始まってますよね。あの時は確か1人の黒人を5人ぐらいの白人の警察官が取り囲んで殺しちゃったというですね、そこから始まったのが BLM というですね、動き、これはブラックライフズマターでしたっけね、黒人の命は大切だと、だったら白人の命はどうでもいいのかいって話なんですね。じゃあ他のね、ヒスパニックの命はどうなるんだと、じゃあ他の我々モンゴロイドの命はどうなるんだと、結局彼らはね、自分たちだけが大切、自分たちを守れと言って今アメリカで行動しております。しかしこのポリコレというのもまたいつもと同じです。日本と同じなんです。まあ、ついこの間もですね、日本で、この在日朝鮮人のですね、ヘイトスピーチはまだ残ってるなどと言ってですね、読売新聞のバカがですね、4週間にわたって研修を行ったというですね、ニュースが流れておりました。いや本当にね、気違いです、こいつらは。こうやって利権を求めてる。それがもろに出ているのが先ほど言ったアメリカです。アメリカではですね、この黒人の命を守れというこの運動で、運動の指導者だった黒人のババアがですね、あんた何億円もの金をもらって、まあ、金をもらったというかですね、寄付金からですね、取っちゃったんですね。そして家をですね、それまであんたこのババアですね、なんかえらいこう貧相なうちに住んでたそうなんですけれども、豪邸をいくつ買ったと思います？5つ買ってるんです。1軒買うのに数十億円もかかるようなうちを5軒も買った。こんなことが起きてるんですよ。これが皆さん先ほど言ったポリコレの正体です。要はね、要はこれは差別だ、あれは差別だと言ったもん勝ちなんですよ。そしてそれをやると必ず社会は萎縮していきます。だから今アメリカではどん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 萎縮してしまって、でこの間ですかね、映画が公開されましたけど、ハリウッド映画ですね、なんかアジア人をこう主役にした映画があったんですけど、思いっきりこけてましたけどもね、売れるかよそんなものと。結局我々が見たいのはね、こうなんて言うんでしょうかね、見た目的にかっこいいね、まあ、大体白人になるんですけどね、彫りが深くて私のような人間ですね、まあ、こういった人が活躍する映画を見たいんです。それがいきなりアジア人ののっぺりした顔が出てきてですね、そしてなんか憲法かカンフーですかね、カンフーかなんかで戦うというですね、こんなアホなマーベリックの映画誰が見るんだって話なんですよ。結局誰も見ないんですね。ところがこうやって作らないとですね、みんな叩かれるわけですよ。でこれがね、今からですね、20年前、30年前だと、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、アメリカでですね、このパワーレンジャーというのがあったんですね。パワーレンジャーというアメリカのこのドラマがあるんです。このパワーレンジャーというのは、日本の戦隊もの、ロボット戦隊ものってご存知でしょ？ね、サンバルカンとかね、あとデンジマンとかね、こういったやつですね。これをパクってというか、実際にお金払ってですね、お金を払ってその著作権を買ってアメリカでリメイクして、で大人気になったんですけどもね。ところがどっこいですよ。じゃあそのまんま使えばいいんですけど、使えなかったんです。なぜかわかります？これが実はですね、男性、まあ普通はね、男性4人に1人だけモモレンジャーとかですね、ピンクが入ってくるわけですよね、女性が。で、それはね、女性差別だってなったんですよ。で今はですね、男性が3人もしくは女性が3人、そして、女性が2人もしくは男性が2人というですね、こういう構成が基本構成で、さらにそこにですね、
全種族を入れなきゃいけないと。ですから白人、黒人、それからですね、アジア人でヒスパニックね、まあ、こういった形で全ての種族をこう網羅しなきゃいけない。だん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 面白くなくなるに決まってるんです。これが今ね、社会でこうアメリカでどん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 浸透していってる。だから最近ね、皆さんも感じたことがあると思うんです。ハリウッド映画つまんないですよね。でハリウッド映画っていうと、もうとにかくリメイクリメイク、こればっかりじゃないですか。なぜこんなことになってるのか。新しい作品を作ることができないんです。今日本はいろんな映画を作って、でそれは海外で評価されております。特にアニメなんかそうですよね。これはポリコレがないからです。そしてそのポリコレというのは、突き詰めて言えばですね、現在の日本が抱える問題、つまりですね、今日本人が抱えているですね、この少子化問題にも直結しております。女性差別だと言っておりますけれども、そのね、じゃあ女性たちが働く場所、まあ、いわゆるホワイトカラーの仕事です。事務系の仕事で男女平等と彼女たちは訴えます。じゃあお尋ねいたします。ブルーカラーで男女平等と訴えてる、そんなね、女性団体いますか。土方の仕事をね、女性にもやらせろと、お前たち男だけでね、土方やるのおかしいだろう、こんなことを言う女性団体なんか私聞いたこともないですよ。これが現実なんですよ。彼女たちが言ってるのはホワイトカラーでの平等であって、ブルーカラー、要は土方ですけれどもね、土方の仕事は男の仕事だって言ってるんですよ。力仕事だから男の仕事だ、これ差別でしょうが。違いますか。あんたたちが大嫌いな差別が、このふざけたですね、女性蔑視につながってる。ですからね、日本第一党ではですね、女性の皆さんに専業主婦という考え方をもう一回ですね、もう一回提案したいと思っております。専業主婦だって立派な職業なんです。このね、専業主婦を無視してですね、で今じゃね、何ですか、自民党が言っていました1億総活躍社会、1億人ね、老いも若きもね、あるいは男も女も関係なしにみんな働けと、こんなことやってたら当然子供を産むことなんかできません。どんなにね、小学校幼稚園を建てようが、結局そこに子供をね、入れるためには子供をまず作らなきゃいけないんです。しかしね、皆さんよくよく考えてください。普通の会社です。普通の会社があって、そこでですね、女性を雇うか男性を雇うか、今はこれね、女性男性関係なく雇えと言っておりますけれども、ところがこれね、女性を雇ってしまうと産休になったらどうするんですか。1年2年休まなきゃいけない。要は雇った瞬間に産休申請されたらたまったもんじゃないんですよね。これがまかり通ってるわけです。ですからね、こんなことを続けていたら日本社会が少子化に向かっていくのは当たり前なんです。少子化を取り戻すには何よりもこんなクソポリコレを叩き潰すことです。男女平等なんて絶対にありえない。男と女、体の作りが違うんですよ。普通の男性、普通の女性を比べると筋量で 30% 違うと言われております。つまりこれは大人と子供のね、この力の差なんですね。ですから男女は同権です。同じ権利なんです。しかし平等であるはずがないんです。どうしてもこれに文句が言いたかったら神様仏様に文句を言えやっちゃ話なんですね。我々に言わずに、どうぞ神様仏様に、なんで私を男に産んだんだ、なんで私を女に産んだんだと文句言うのが筋ってもんでしょうに。ですからね、皆さんね、自分たちのこれからの生活、自分たちのこれからの国づくりをどうやっていけばいいのかということをもう一回よくよく考えていただきたいと思います。もちろんね、女性も平等にね、扱う、女性をですね、同権として扱うというのは当然です。そしてそのね、中で専業主婦という考え方もあるんだというですね、その提案をしたいだけです。だから女性がね、外に出て働くっていうのを止めようと言ってるわけじゃないんですよ。誰もね、女性が外で働くことがいけないんだと言ってるわけじゃないんです。そしてその専業主婦を作るにはかつてのシステムに戻さなきゃいけない。つまりね、お父ちゃんが外で働いて、でお母ちゃんが家にいる場合、いろんな形で税金が控除されておりました。あの当時の国民負担率たったの 23% です。ちなみに今は
税金だけで 48%、 これは今年の2月にですね、財務省のバカがですね発表しておりました。さらに公金分を含めると 65% になっております。つまりこれね、かつての 23%、 30年前40年前の 23% から現在は3倍に膨れ上がってるってことなんです。皆さんが1年間に稼いだお金のそのうちの何パーセントが引かれているかっていうことを表すのが国民負担率です。それが現在 65%、 かつての30年前40年前は 23% で済んでいた。どっちが幸せですか？簡単な話なんです。だからこそそういった古に戻すということは決して悪いことじゃないんだということです。ということでですね、日本第一党、男女同権を訴えて平等ではございません。男と女は絶対に平等じゃないんです。同権として同じ権利を持った人間として、これから日本をどうね作り変え、そして日本をどうね作っていかなきゃいけないのかということを本気で考え、そして皆さんに訴えかけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございました。